岸田内閣の支持率が6ヶ月連続で下落し、政権発足以降、過去最低の26.9%になったことが ANN の世論調査で明らかになりました。ANN は28日、29日に世論調査を行いました。岸田内閣を、支持する、と答えた人は、前回の調査から3.8ポイント減って、政権発足以降で過去最低の26.9%でした。 一方、支持ししないは、はでした。また所得税などを定額で4万円減税することを軸に政府が検討を進めていることについては評価しないと答えた人が半数を超え56%で評価するが31%でした評価しない主な理由については政権の人気取りだと思うからと答えた人が最も多く 41%でしたさらに住民税の非課税世帯などを対象にした給付金の支給については評価しないが48%で評価するが41%でした以下はネチズンのコメントをまとめたものです各社の内閣支持率調査の方法はばらつきがありますがそれでも26.9%というのはさすがに厳しい。 岸田政権は30%を割り込む危険水域に入っています政策的にも防衛費や少子化対策予算の大盤振る舞いのつけが回り増税が警戒されています増税メガネ批判に慌てて所得税減税などに舵を切ると選挙目当て人気取りといった批判が巻き起こり八方塞がりの状態です決断はしてきたものの その場しのぎ状況追随的であり長期ビジョンを欠いているためこういう結果を招き寄せてしまったといえますただ野党はバラバラ内閣支持率が下がっても当面与野党間の政権交代は起きそうになく焦点は来年秋の自民党総裁選岸田政権が続くのかそれとも自民党内の議事政権交代が起きるのか その意味で、自民党の非主流派、とりわけ菅前総理の動向が注目されますが、野党の奮起も期待したいところです。各社はなぜネットによる支持率調査をしないのか以前から疑問である。このデジタル時代でお年寄りしか答えないような電話調査なんて時代錯誤も甚ははだしい。行き当たりばったりの政策しかしない内閣に、こんなに内閣支持率があるわけない。 もっと若年世代の母数も増えるような現実的な調査をしてほしい税金のばらまきのような政策ではなくて本気で正さなければならないものを変えていくという政治をしてほしい一番は高齢者医療の問題必要以上の延命介護これに無人蔵に税金をつぎ込むのをやめてほしい あと10年もすれば確実に今の体制は持たないのは明らかこんな時まで氷河期時代が全ての負債を負わされるような仕組みはこりごり今すぐにでも高齢者も最低でも一律3割負担にするのは当たり前一日も早くおかしな医療制度介護制度を正して現在の高齢者にも負担をしてもらって無駄な延命治療無駄な手術などしない といいう仕組みにしてしてほそれは無駄な治療に苦しめられる高齢者のためでもあるやってることが日本の未来や経済のためではなく小手先で自分の保身や選挙対策にしか見えないし実際そうなんだろう物価高に対応して消費税を一時廃止とかで経済を回してくれる次の総理に期待。 財務省が腐っていて日本経済に興味がない、マクロの視点がないのは当然のこととして、たかだか一つの象徴ごときに言われたことを30年もやり続けてきた自民党が日本を衰退国にしたことを反省できていない。官僚が間違っても政治家やメディアが正しい方向に導くつもりがあればこんなことにはならない。しかしながら、岸田政権というのは非常に特殊。 自民党政治の今まで表面的には隠していた政治理念とか国家間のなさや選挙で当選するための政治手法を世間に公表するような形で明確にしたのは唯一の岸田氏の功績「ここまで岸田政権が国民に背を向けていますやっているふりだけをしています」というのを明確にしてくれたのだからいよいよこれを受けて国民がそれに応えなければならないと思う。 税金は資金循環を意識して、使ったら減税、ため込んだら増税とすべきです。1990年以前のケインズ主義ではため込まれる法人税、所得税中心の税制でした。しかし、富裕層、企業が気に入らないため、消費税増税、ため込まれる形の法人税減税、所得税減税を狙ってきました。減税は常に良いと偽りながら。 インフレだの少子化対策だの方便です。少子化対策で扶養控除削減など狙います。今回の所得税減税も人気取りと偽って、実際は富裕者減税の一環に過ぎなかったのが非難が強くて歪めただけでしょう。減税するのは消費税減税や、子供が増えて増える消費相当の扶養控除拡大など実時に紐づく金だけです。 過去にした貯蓄の取り崩しや、資金調達しての支出など、経済理論上の投資を初行、収入に占める消費の割合を公費とした投資数列の和が経済規模です。資金循環を意識する党が現れて強くなることを願います。 岸田首相の支持率もそうだがこれだけゼロ金利政策による円安による国民の負担増を考えると自民党自体にも影響してくるのは間違いない株を持っている高齢世代投資家上場の大手企業以外は円安にメリットは何もないのですから当然の流れ経済、経済と騒いで円安、株高を進めているが実際の国民生活は逼迫するだけ。 岸田さんには言いたい、一体誰のための政治なのかと、国民の生活を苦しめてもの企業の発展など本当に必要なのかと、円安は今の株価は上がるが、実際には円安により海外からの企業買収や日本の土地を買い荒らされる心配が常についてくる。アベノミクス・岸田政権。 日銀黒田氏、現在の日銀総裁植田氏と本当に日本のことを考えての方向性なのだろうか自民党においては韓国に本部を奥元統一教会に選挙支援をしてもらっていたことなどを考えると日本に間違った方向に行くように誘導されたようにも見える支持率ならこれでもまだ高い気がするけどだけどそれより情けないのは 彼よりちょっとでもマシな国会議員も見当たらないこと。自民党は俺が、俺がの権力欲だけの俺様ばかり。野党は政権が欲しいだけで国民と乖離したとんちんかんなことばかり。死とビジョンがある人が出てくれば、今が政治を変える絶好のチャンスだと思うけどな。 この後に及んでもまだ減税には所得制限をつけるとか、非課税世帯には7万なのに、税金払ってる人には1人4万で世帯で考えたら不公平だとか、どこをどう見たら不公平なのだろうか、そもそも岸田さんは税収アップに対して国民に還元したいと言っていた。カードだって、事務だって高い会費を払えばそれだけ良いサービスが受けられる。 税金だって高所得者は50%近く取られているのにこういう時は排除それこそ不公平だと私は思います自分は対象ではないけど周りにいる高所得者の方は本当に頑張って自分の時間も削り夜も遅くまで働いてます頑張った人がバカを見る世の中はやっぱりおかしいです もし、税収がアップして国民に還元したいなら次の世代に残す借金を減らすためにお金を使うとか、事務手数料が少なく、できる限りすべてのお金を有効活用できる方法で使ってほしいです。